ユングフラウヨッホは、スイス、ベルナ・オーバーラント地方の山、ユングフラウとメンヒを結ぶ両線の安部に位置する地名を指す。ベルン州とバレー州の境にあり、スイスアルプスユングフラウは列地として、世界遺産に登録されているエリアに入る。ユングフラウヨッホ全景ヨーロッパで、最も標高が高い鉄道駅、ユングフラウヨッホユングフラウヨッホの標高は3466メートル。 クライネ・シャイデックからユングフラウ鉄道がユングフラウヨッホ駅まで結んでいる。標高3454メートルのユングフラウヨッホ駅はヨーロッパで最も標高が高い鉄道駅である。ユングフラウヨッホは観光マーケティング上のブランド名としてトップオブヨーロッパトップオブヨーロッパという名称を使用、世界中から年間70万人近くの観光客が訪れている。 2012年には、ユングフラウ鉄道全線開通100周年を迎えた。ユングフラウヨッホ駅にあるヨーロッパで最も高所にある郵便局、ユングフラウヨッホ山頂郵便局は、日本で最高地点となる、富士山5合目簡易郵便局と1993年から姉妹提携を結んでいる。ありがとうございます。